ヒラノシオと神宮寺優太、金プリ脱退から16日、現役ジャニーズも、ロス。5人 MV と出演作爆売れの人大喪失感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月5日に放送された、CDTV、ライブ、ライブ、TBS 系が話題を呼んでいる、同番組では、高橋海人、 24、と長瀬角、24、の二人体制になったキングプリンスが出演。初のテレビパフォーマンスとなった。キンプリは、5月22日、平野潮、26、岸優太、27、神宮寺優太、25、の三人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退所、岸の宮城退所。CDTV では二人体制の新曲、何者と名もなきエキストラが披露されることから。 放送前から注目が集まっていた。しかし、ある企画が理由で、改めて5人体制の金プリを思い出し、ロスに陥るファンが多かったのだ。月初めの CDTV では、月間オリジナルランキングトップ30を紹介するのが恒例です。今回は5月度のランキングが発表されたんですが、その16位に5人の金プリを象徴するデビュー曲、シンデレラガールの再録版、シンデレラガール2023。 がありました。同局の MV が、脱退した3人が不自然にカットされるようなことはなく、そのまま紹介されたんです。女性史ライター。スタジオには現役のジャニーズであるジャニーズ WEST も出演していたが、彼らが、シンデレラガール2023の MV に喜ぶ姿も、ワイプで抜かれていた。特に、桐山照文33は笑顔で手を振って、紫テると叫んでいるようにも見えたことから、 ジャニーズ事務所内でも惜しまれつつ脱退したのかな。ワイプ見る限りの前読んでるし、以前辞めた人だと画面から切られたりしてたけど、放送してくれただけでも嬉しい。やっぱり5人の金プリーよね。CDTV でシンデレラガール流れてる時のワイプでテルフミ君が紫てる。手手を振ってるの見て、ウエストのデビュー決まった時のマイジャニで紫輝く泣いてたのを思い出して私が泣いた。久々に気持ちが上がった。やっぱり5人の金プリーにずっと。 と元気もらっていたんだ。大きな存在、大切な存在を失った喪失感、半端ない。と、ベストのリアクションの良さや、改めて感じる5人金プリの存在感に対して SNS には反響が寄せられている。計8本の元金プリドラマが、織り込んで名を連ねた、前出の女性シライターが続ける。ベストのメンバーは笑顔でしたが、同時にどこか昔を懐かしむような顔もしていました。 平野さんや長瀬さんは関西ジャニーズジュニアだったので、ベストとも共演することが多かった。それだけに、平野さんの脱退に桐山さんたちもロスを感じているのかもしれませんね。視聴者も、長瀬さんと高橋さんのパフォーマンスを評価しつつも、改めて5人キンプリを思い出し、ロスに陥った人は多い。ちょうど同日の、オリコンでも、平野さんと神宮寺さんが話題になったばかりなのも、 影響しているかもですね。オリコンでは、6月5日付の、週刊ドラマ作品別映像ソフト売上ランキングが20位まで発表されていた。そこには、平野、神宮寺がメインや主演で出演していたドラマが多く名を連ねていたのである。平野の出演作、2022年放送の、クロサギ、TBSK、2位。2018年放送の、花のち葉れ花男、ネクストシーズン、8位。 2020年放送の未満警察ミッドナイトランナー日本テレビ系9位2021年放送の生徒が人生をやり直せる学校日本テレビ系10位2014年放送のシャーク日本テレビ系16位神宮寺の出演作2022年放送の受付の上日本テレビ系14位2021年放送の 純教授、高月明の推察シーズン2、ワンワウ19位。直近の代表作だけでなく、メンバーがジュニア、時代の、シャークなどもランクインしているのだから、驚きだ。なお、岸主演の2015年放送ドラマ、お兄ちゃん、ガッチャ、日本テレビ系も、20位にランクインしていた。神宮寺はトラジャミヤチカのブログで存在を示唆。特に平野の出演作が多く名を連ねている、オリコンの結果に、 ゴリコン見てびっくり。クロサギはわかるけど、花バれに未満警察に24エッチ。生徒が人生をやり直せる学校のやつまで。平野潮すごいよ。姿が見えようが見え、前が相変わらず経済動かすね。平野潮が出演したすべてのドラマが20位以内に入ってる。恐るべし、平野潮。やっぱスターなんだね。他とあれば一はレベチだわ。と、SNS は湧き立っていたのである。神宮寺さんも、 トラビッシュジャパンの宮近海斗25が6月3日に更新したブログで話題になっていましたよね。宮近さん、メンバーの中村天さん26、松倉海斗さん25、そして金プリの岸さん、4ショット写真を披露していましたが、この際のカメラマンが名前は伏せられつつも、マブだちが撮ってくれたと明かしていて、これが宮近さんと信仰の深い神宮寺さんのことでは、 と指摘する声が非常に多かったんです。前室の女性シライター。姿を見せずとも、平野と神宮寺は売り上げランキングや仲間のブログで、その存在の大きさを感じさせているということか。やはり、平野さん、神宮寺さんの存在は大きかったですよね。歌、パフォーマンス、俳優業、そしてバラエティ番組でも大活躍。そんなスターだっただけに。 こんなすごい存在感があるのに、もうキンプリを去ってしまったんだよなということを、ファンは、ふとした瞬間に感じてしまうのでしょうね。全道。3人の脱退から16日。長瀬と高橋の新生キンプリの奮闘は目覚ましいが、5人がやはりスペシャルだったのだろう。連携ダンス最高。平野志桜ら、5人キンプリ。まばゆすぎ、きらびやかすぎ。なり礼ダンス。最後までメンバー間の中は良好だった5人のキンプリ。 いつか再会する日はあるのだろうか。平野潮さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。